ざす、中峰です。サワフタギ、集荷店で買ってきたサワフタギなんですけど、まだシワシワのまま、おそらくね、水切れ確定です。剥がれした方がいいんじゃないかっていう声もあったんですけど、ちょっと分かんないんで、調べてないっていうか、分かんない。とりあえず身だけは取っときます。なんかね、持って帰ってくるまでの間に、集荷店からね、持って帰ってくるまでの間に水切れしたんだったら、まあ水かけりゃ戻ると思うんですけど、多分ね、これもともと水切れしてたんだと思います。しゃあないね。ほら、身取っといて。これシワシワでなんか茶色くなっちゃってるんですけど、めちゃくちゃ身は綺麗なんですよね、本来。剥がりもした方がいいんじゃないかっていう話もあるんですけど、どうなんですかね。やった方がいいかな。見えるかちょっと分かんないですけど、ここにね、小さい歯があって、めちゃくちゃ小さい歯、こいつ、これだけ、これだけ元気です。こんないっぱい歯あるのに、このちっちゃい一枚だけツヤがある。だから死んではないんじゃないかな。死んでない可能性もある。どうなんでしょうね。ちょっと来年芽吹くかどうかが境目かな。冬の間に葉っぱがシワシワになって枯れてポキッと折れるようだったらちょっと厳しいと思うんですけど、まあ折れずにね、春を迎えるようであればきっと大丈夫かなと思います。なんか勢いで葉っぱも散ってるけど大丈夫かな。大丈夫です。本当はハサミで一枚一枚切った方がいいと思うんですけど、ちょっとね、朝忙しいんで。一応ね、これぐらいで止めとこうかな。こんな感じで、あとはまた放置したいと思います。復活したら面白いんですけどね、これ。無事復活することを祈ります。枯れてる可能性は高いですけどね。よし、じゃあ今日こんな感じで以上です。仕事行ってきます。あ、昨日もジャケット着てたんですけど、あの集荷店のね、あの戦利品報告してる時ジャケット着てたんですけど、昨日仕事休みだったんですよ。仕事休みだったのにジャケット着てたのは、あの娘の幼稚園の願書提出があったんで、まあ、少しでもそれっぽい格好していこうかなって思ってジャケット着てました。で、仕事休みだったんですよと見たかっただけ。いや、以上です。行ってきます。We'll be right back.